かしな転生、最終回だと感じさせない地味な最後でした。ヒロインといい感じになったり、お菓子で励ましたりと、それなりに見どころはありましたが、やっぱり小難しい話はどうでもよかったという印象が強いです。材料がないからなんとかして手に入れる感じはまあわかるんですけど、その他が微妙だったと思います。以上、おかしな転生のお話でした。